遊戯王ラッシュデュエルストラクチャーデッキ究極の聖眼伝説のパッケージビジュアルが公開されました。ブルーアイズアルティメットドラゴンがバーン映っててめちゃめちゃかっこいいです。新規カードもねがっつり発表されたんですけど、テキストとモンスターイメージだけ載せてちょっとどんな新規カードが増えるかっていうのをねご紹介したいと思います。まずブルーアイズの再録、ウルトラレアカードで再録されるっぽい。しかもオーバーラッシュレア仕様のブルーアイズのイラストが普通のウルトラレアカードで再録、めっちゃいいですね。ブルーアイズアルティメットドラゴンもウルトラレアプラス特典カード7種類のうちランダムで1枚当たる方にはオーバーラッシュレアのブルーアイズアルティメットドラゴンがゲットできるみたい。やばいですねこれ。ブルーアイズアルティメットドラゴンってブルーアイズホワイトドラゴン3体使わなきゃいけないじゃん。どうやって出すんだい、ということでまず1枚目のね新規カード、ブルーアイズブライトドラゴンかな。光属性8レベ、攻守2500、ステータスむっちゃ高いドラゴン族。手札にいるこのカードのカード名はブルーアイズホワイトドラゴンになる。手札珍しいですね。デッキの1番目のカード墓地を送って発動できる。このターンこのカード名はブルーアイズホワイトドラゴンになり、火力500アップ。自分フィールドに表側表示のレジェンド通常モンスターがいる場合、さらに相手のモンスター8以下を1体破壊できる。これやばいですね。ブルーアイズオルタナティブドラゴンのラッシュデールに落とし込んだらこんな感じになるかなっていう感じ。いやいいですね。そしてこっちもやばいんですよ。ブルーアイズビジョンドラゴン、光属性8レベで攻撃力2500、守備2000。自分フィールドに8以上のドラゴンがいる場合、守備表示で特殊召喚できる。デッキの一番上のカードを墓地を送って発動できる。このターンこのカード名はブルーアイズホワイトドラゴンになり、自分がブルーアイズアルティメットドラゴンをフュージョン召喚する場合、このカードは2体分の素材にできる。やべえつまりですよ、ブルーアイズホワイトドラゴン引けてなくてもこのブライトとビジョンだけでなんとか成立しちゃう。でこのカードたちはねもちろん3積みできるわけなので、構築の仕方を考えればなんならブルーアイズホワイトドラゴン入れなくても強いデッキが完成してしまうと、そういうことです。高騰は避けられない可能性もあるんですけど、レジェンドストライク今のうちに3枚はゲットしておくことをおすすめします。レジェンドストライク多分今が一番安いです。このストラクチャーデッキのね続報待ちましょう。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次のブルーアイズでお会いしましょう。バイバイ。